全身麻酔をかけられている間ですね、自分の身に何が起こっているのか、自分がこう意識がなくなった後のために、これ麻酔の3要素って言ってまして、麻酔は全身麻酔って3つの要素に成り立っているわけで。どうもこんにちは、プロポです。今日はですね、全身麻酔について話していきたいと思います。全身麻酔をかけられている間ですね、自分の身に何が起こっているのかということを詳しく説明していきたいと思います。僕はですね、以前麻酔科医として働いていた経験がありまして、全身麻酔を連日かけていた経験があります。これから全身麻酔をね、受ける予定がある方、またですね、過去に全身麻酔を受けたことがある方とですね、を対象にですね、全身麻酔かかっている間ですね、どんなことが行われているのか、そして自分の身にどんなことが起こっているのかということを分かりやすく解説していきたいと思います。このチャンネルではですね、現役ドクターである僕がですね、一般の方向けにためになる医療情報を分かりやすく配信していきたいと思いますので、どうかチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。で、まず最初にですね、まず全身麻酔が始まる前、いわゆる全身麻酔の導入の話をしたいと思います。で、全身麻酔が始まる前ってのは、まず普通に歩いて手術室に入っていく状況から始まります。歩いて手術室に入ると、まずね、手術台にこう寝てくださいと言って言われるのが普通です。まずこの最初にモニター装着っていうのを行います。これはですね、モニターを装着する意図としては、今後この先意識がなくなった状態になった時に、やっぱ体の状態をこう教えてくれる重要なサインとなりますので、自分がこう意識がなくなった後の時のためにこういったモニターを装着してます。具体的に言うと心電図のモニターですね。心電図波形が常時出るようなね、モニターをまず胸につけさせてもらうのと、ね、血圧を任せてもらいます。これはですね、5分に1回とか、場合によっては2分に1回とか、時間が経つと血圧をね、ずっと測ってもらうような、かかってくれるようなものになりますね。で、これを常時見ることによって血圧変化等を術中に把握するために血圧計を任せていただいております。またあとですね、爪にこう酸素のクリップみたいなのをつけるんですね。爪にこうパカッとはめることによって、これね、すごくて、こうこのここに爪にこうにはめるだけでですね、体の酸素濃度っていうのが大体わかるようなね、装置になってます。これによって体が酸素が不足してるのか足りてるのかっていうのを、これによって把握することができるんですね。これで、全身のそのサインが把握できる状態になって、ここからどんどん話が進んでいきます。で、寝てる状態ですね、いろいろこうモニター類をつけさせてもらいます。で、次にやることはですね、まず点滴取ることです。あるいは末梢ルート確保って言ったりするんですけど、要するに点滴を取るということですね。で、これ術前に点滴を取ることもあれば、手術室で取ることもあって、それは病院による方針によると思うんですけど、手術室に入る前に点滴が取られてるのであれば、この過程はありませんが、手術室で点滴を取るような場合もあります。で、そういった場合はですね、この場で点滴を取ります。で、なんで点滴を取る必要があるかっていうと、これ手術中っていうのは突然ね、何かそのすぐに薬剤を入れなきゃいけないような状態があるわけです。で、体の中にこうすぐに薬剤を投与しないとですね、対応できないようなことがあるわけです。そのために点滴を打っとくことによって、こう自分の血管と外とこう道筋ができるわけです。道筋ができることで、体の中に血管内にこう薬をすぐに投与することができるわけですね。もちろんこれは点滴でこう水分をね、輸液でこう落とす目的もあって取ってるんですが、この点滴のこう通路からですね、薬をさっと入れることで、体に起こる変化にですね、対応できるように、こういうふうに点滴を取っているわけです。点滴が漏れてたりしたらですね、これ大変なことなんです。体の中に薬を入れようとしてですね、入れても実際は体の中に届いてないということが起こり得るので、この点滴っていうのは非常に大事なことになります。で、場合によっては、手術によってはですね、この点滴を1本じゃなくてもう2本とかね、入れる薬が多い場合だと2つ3つとかですね、点滴を取らなきゃいけない場合とかもあります。ただですね、これ起きてる間に2個 3つとか取るというよりかは、1個取れてればそれだけで全身麻酔の導入をすることができるので、その後はこう意識がなくなった状態で、もう1本取るとかですね、点滴もう1本追加で取るとか、そういったことをする場合が多いんじゃないかなというふうに思っております。ね、モニターを装着して、点滴も取れているという状態になれば、要はですね、これで麻酔かける準備がかなり整っている状態になります。で、次にやることというと、酸素を吸ってもらいます。 100%
100% 酸素っていうマスクで酸素を吸ってもらえるんですね。普通にこうやって僕らが生きているこの日常の空間の空気っていうのは酸素はね含まれて 20% なわけですね。 20% 酸素で 80% 窒素と言われてまして、ほとんど 20% 酸素を我々吸ってるわけです。まあルームエアーって言ったりするんですけども、このルームエアーっていうのは酸素が 20% 含まれているわけですね。なんですけど、このマスクでこの時吸うものっていうのは 100% 酸素なわけですね。なんでこれ吸うかっていうとですね、この後ですね薬が入ることによって我々の意識がこう落ちちゃって、で呼吸も止まってくるわけです。呼吸が弱くなって、ついには呼吸を止めるような薬もねこの後入っていくわけで、こういった時にですね、酸素がしっかり蓄えがないと、蓄えをしとかないとですね、こういったその呼吸が止まってる状態に備えられないわけです。もちろん呼吸が止まった後は麻酔科医がですね人工呼吸器につなぐような作業をするんですが、まあ、それまで毎回こう手際よくいくわけにはいかないので、時にはですねこうそういったので手こずることとかもあるわけです。そういった時にですねしっかりした肝の蓄えがないと、その時に酸素濃度がどんどん下がってしまうっていう風なことになるので、この 100% 酸素の十分量を吸ってもらうっていうのは結構重要なわけですね。まあ、これをしっかり吸って体に酸素を蓄えた状態にしておくと、実はね人間無呼吸状態になったとしてもですね、実は7分ぐらいねその状態で全然問題なく7分ぐらいかな保つことができるというふうに言われております。というわけでこの後の、全身麻酔の薬が入るときに蓄えてこう酸素を吸っておくということをします。全身麻酔の導入の入室後の状況ですね、意識があった状態でやることでいったら、まず一つモニターを装着していきます。心電図モニターや血圧計、あと酸素モニター等をつけます。で次にですね点滴を、まあ、通ります。点滴は術前に手術室に入る前に取ってある場合もあれば、手術室で取ることがあります。これはその後のですね薬剤を血管内に打ち込むために流すためにですね、まあ、取ったりするわけです。まあ、これも非常に、ね、手術をその後行うために重要な点滴になるわけです。次にこう酸素をしっかり吸ってですね、その後の全身麻酔に備えるということを、しておりますと。はい、でこれで全身麻酔導入の入室時の状況をお話しいたしました。いよいよ全身麻酔導入開始です。で先ほど言ったような全身麻酔の準備を整えた後ですね、いよいよこれから全身麻酔導入開始をしていきます。声かけがあってですね、まあ、先ほどこれから眠くなっていきますよとか言ってですね、まあお薬を入れていくわけです。で先ほど取った点滴のルートですね、いわゆる末梢ルートというところにですね薬をどんどん入れていくわけですね。でまず最初に入れる薬がですねこれね、まあ、いわゆる鎮静薬プロポフォールと言われるね、鎮静薬を使うことが多いです。これはまあ鎮静作用があるわけで、ピューッと入れていくとね、ものの数秒でスッと意識がもうなくなっちゃうわけです。こう出てくるんですが、まあ、イリュウの荒瀬先生ですかね、麻酔科医の荒瀬先生とかが、まあ、よくねこうやってね1つ2つ4つ5つ6つ7つ、はい落ちたとか言うわけじゃないですか。これで入れてるのがおそらく、まあ、プロポールじゃないかなっていうふうに思います。まあ、これね本当はこのドラマでやってるように本当に入れてすぐにポン落ちるわけですね。いわゆる鎮静作用として最初に点滴で入れるわけですね。意識を失ってですね、こうなんとかさんなんとかさんと呼びかけして反応がなくなるとですね、この後、まあ、いわゆる鎮痛薬とかですね筋弛緩薬というのを入れていきます。これ麻酔の3要素って言ってまして、麻酔は全身麻酔って3つの要素で成り立ってるわけで、これがね鎮痛、鎮静、筋弛緩ってこの3つあるわけです。でこの鎮痛薬、鎮静薬、筋弛緩薬っていうこの3つをバランスよく組み立てることが今の全身麻酔の、まあ、主流となっているわけですね。いわゆる最初に入れた今紹介したプロポフォールという薬はいわゆる鎮静作用なわけで、その他の鎮痛作用とか筋弛緩作用っていうのはないわけですね。鎮痛薬っていうのは、まあ、読んで字のごとくですね、まあ、痛みを取るような薬なわけです。この後、まあ、いろんな侵襲が体に加わっていくわけですね。その手術侵襲に耐えるわけに、まあ、こういった鎮痛薬っていうのを使っていくわけです。で次に筋弛緩薬、筋弛緩薬っていうのはですね、体を動かなくするような薬です。動かそうと筋肉を動かそうとしても全然動かなくなるわけですね。この筋弛緩薬っていうのは本当に怖くてですね、意識があったりとか呼吸ができる状態でこう打たれるともう全身のこう筋肉が動かなくなるような薬なわけですね。となるとこう意識がある状態で呼吸ができなくなったりとか体が全く動かなくなるようなものであって、これは非常に怖い薬で、まあこれは非常に取り扱い注意な薬なわけです。まあ、こういった鎮痛薬、鎮静薬、筋弛緩薬をさっさっさっと入れていくと、まあ、痛みを取れた状態で、眠っている状態で、痛みが取れた状態かつ体が動かないような状態がこう得られるわけですね。この間ですね呼吸が止まってしまいますので、麻酔科医はですね、麻酔科医は患者の呼吸を助けています。これでマスク換気といってですね、マスクを患者さんのこう口にこう当てて
ひたすらこう 100% 酸素をですねこう送り込んでいくような作業をしています。こう呼吸が止まってしまっているので、その分こう手でね揉んで、まずバッグを揉んでですねこう酸素を患者さんの口にこう送り込んで、なんとか呼吸を保っているって状態をしています。こうしないとですね呼吸が止まっていますので、こう体に酸素がですね行き当たらないような状態になるわけですね。ある程度そういった入れた薬の効果が、先ほど言った鎮痛鎮静筋弛緩薬、これらをですね入れて十分時間が経ったなっていうところで、気管挿管といってですね管を肺に入れます。で肺に入れるというか、まあ、気管にですね管を通すんですね。挿管といってですね、口の中を覗きつつこう気管のところにこうスッと管を入れてくるわけです。その管をうまく入るとこうこの口から管が出てですねこう人工呼吸につなぐわけです。でこう人工呼吸器でこう自動的にこういう呼吸をしてくれる、自動的にこういうふうに、酸素を体の中に送り込んでくれるような、まあ、そういった気管挿管っていう作業をするます。そういうことでこう、まあ、水害がね、マスク換気というねこうバッグを揉んだりしなくても自動的にこう機械で呼吸をしてくれるようになるわけです。でこういうふうに気管挿管が完了するともう、まあ、水害の仕事は、まあ、ほぼほぼ終わったようなもんでして、まあ、完全に意識もない状態で、体が、ね、動かない状態で、痛みも適宜調整できる状態 で呼吸もしっかり、助けられているという状態が出来上がりますので、はい、じゃ準備完了ですということで、ここから、手術に、入っていくわけです。はい、続いてですね全身麻酔の維持です。この際以前のようにですね、ご紹介したように全身麻酔を導入した後は出血管の先生とかがですね、手術の準備をして手術が始まっていくわけです。でこの間ですね結構実はねこういろんな侵襲が体の中にこうメスで、お腹の中を開きたりとか、まあ、いろんなこう刺激が加わるわけで体の中のバイタル変化がこう出てくるわけです。先ほど最初に見、つけたですねモニターを見ながら、例えば血圧が上がってきたとか、心拍数が上がってきたぞっていうのを見ると、患者さん眠ってますけど、あ、今痛がってるなっていうふうに、判断して、まあ、例えば痛み止めを追加したりとか、血圧があまりに上がりすぎていたら、まあ、そういった高圧剤とかを入れたりとかですね、血圧が下がりすぎてるとちょっと水が足りないなとか言ってこう輸液を多くしたりとか、まあ、そういったような、まあ、手術侵襲とか状況に合わせてこう薬の調整を麻酔維持の時は、してます。まあ、基本的にですねこういった麻酔の維持っていうのは麻酔の導入や覚醒に比べて、まあ、事故は起こりにくいっていう風なにはされてますね。まあ、結構その麻酔の維持の時間っていうのは結構実は何も起こらなければ暇で、まあ、こういう言い方していいのか分かんないですけど、何もすることがないことがあったりします。で血圧が下がったら輸液を多くしたりとか、はい、場合によっては昇圧剤を血圧を上げるような薬を入れたりとかですね、万が一体さんが起きそうになってね動いちゃいそうになったらですね麻酔の濃度を深めるとか、あとは筋弛緩薬といった動かなくなる薬を足したりとかですね、そういった調整を適宜、していきます。このようにですね、まあ、手術、まあ、どれぐらいですかね、まあ、手術3時間4時間とか手術時間あるとしても、その期間をこうずっと見守りながらですね、患者さんは寝て意識がない状態ですけど、それにつながれたモニター、血圧とかですね、心電図とか、あと酸素のモニターとか、そういったのを見ながら、あ今、痛がってるなとか、いろいろ感じ取りながら、薬を調節していくようなことをしております。で最後ですね、全身麻酔からの覚醒ですね、追加の離脱について話していきます。まあ、手術が無事終了です、手術終了ですとなると、いよいよですねこう麻酔を切っていくわけです。で麻酔薬、入っている麻酔薬を、どんどん、切っていきまして、患者さんが起きるかどうかを待つわけです。でこの間ですね、まあ、もちろん人工呼吸器でこう、呼吸はしている状態なんですが、患者さんになんとかさんなんとかさんと声をかけながらですね、起きてるか起きてこないかっていうのを、まあ、見たりするわけです。で麻酔薬をぶつ切り全部ねパッと切ると、大体ですね、まあ、早いと5分とか、まあ、10分とか経ってて、まあ、入れた麻酔薬の濃度とか深さ、麻酔の深さとかによるんですけど、大体まあ10分ぐらいで起きてくることが多いですかね。まあ、なんとかさんなんとかさんって声をかけて、まあ、起きてきたと。そしたら呼吸がまず大丈夫か、自分で呼吸をしっかりしてるかっていうのを確認して、しっかり自分で呼吸できてるなっていうことを確認した上で、確認してきると、こういった口の最初に入れた口の管ですね、人工呼吸につないで管をわっと抜くわけです。で抜いて、で抜いた上で、体の全体の状態が落ち着いたら、じゃあ、部屋に帰りましょうということになるわけです。とみんな麻酔切ってから結構冷めるまで時間かかるんですかっていう疑問に追われる方が多いんですけど、実はねこれ麻酔薬切ってから起きるまでは結構すぐなんですね。10分とか15分とか、
麻酔を切ってから手術室出るまででも、まあ30分弱ぐらいでは手術室出られるんじゃないかなっていうふうには思います。麻酔を切ってもう全部の薬がパッと抜けるわけじゃないんで、まあ多少やっぱ手術終わってですね、まあ、麻酔薬も切れてもう部屋に帰った後は、まあ、多少ね、まあ、ちょっとドロージーって言うんですけど、ちょっとぼーっとしたようなね状態になったりとか、人によってはちょっと吐き気がするとかですね、言ったりとかですね、まあ、人によってこう不穏状態でね暴れ回っちゃう人とかねいたりするんですけども、そういったその麻酔の反応っていうのは起きる、麻酔が覚めることは覚めた後もちょっとそういった不穏状態とかそういったものは、まあ、しばらく何時間かね 2,3 時間とか続いてしまうことはあると思いますね。でもその翌日ぐらいにはもうほぼね全身麻酔の影響を抜けて、まあ、時々翌日ぐらいまでちょっと気持ち悪いっていう風に言ってる方もいますけど、まあ、基本的にはそういった全身麻酔の、まあ、副作用的なものはですね、まあ、次の日とかまでには消えてるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、最近はですね、ほとんどね、こういった安全に全身麻酔もほとんどもう事故もなく行われて、まあ、めったに麻酔に関しては、まあ、事故が起きないのが現状かなっていうふうに思いますね。まあ、ただですね、100% じゃないんで、もちろん全身麻酔をかけた後にですね、例えば心筋梗塞とかですね、になってしまったりとか、まあ、脳梗塞になってしまったりとか、まあ、そういうリスクはまあ当然全身麻酔につきものなので 100% 安全というものはないんですが、まあ、現状かなりね事故は少ない、かなりいい薬がたくさん出てきてますので、安全に行われていることが多いんではないかなっていうような僕の印象です。というわけでですね、今日は全身麻酔どのようにね行われているのかということをこう麻酔科医の立場からちょっと説明いたしました。で、今後ですね、全身麻酔を受ける予定のある方とかのですね参考になったら幸いです。はい、今日の動画はいかがだったでしょうかですね。またためになる情報を配信していきたいと思いますので、どうかチャンネル登録等の方もよろしくお願いいたします。はい、じゃあお疲れ様でした。